いや今のプレー、ベテランらしからぬこのハッスルプレーですからね。いや、はい、そうですね、うん、あの安本選手自体ね、うん、あの実はとてもあのおでこが、ね、狭いんですよ。でおでこが狭いからね、やっぱりいじっちゃうんですよ、うん、あのおでこ本当狭いなって。で本人もね、実はね、僕おでこ狭いでしょって言われて、めちゃくちゃ自分で自分をいじるんですよ。あのそれが安本選手の特徴なんですけど、おでこが狭いのを自分でいじるくせに、こっちがちょっとでもいじったらすごいキレるんですよ。はい、やっぱりね、このベテランでこのチームを渡り歩いてますけども、うん、やっぱり今のチームで一番輝いてるかなと思うんですよね。あ、もう安本選手自体は本当おでこが狭くてね、僕おでこ狭いでしょって言うもんだからね、一回グラウンドで会った時に、いや僕がね、狭いねっつって、子供の時熱測る時普通こうやってするけど、君人差し指だけでいけないんじゃないって言ったら、ずいぶんと怒られて、もう怒鳴り散られたんです。だって自分がもういじってくださいよっていうスタンスで来るのにすごい切れるんですよ。やっぱりこのチームの柱といいますか、うん、やっぱりあの安本選手なしではこの今のチームは成り立たないなと思いますよね。そうですね、うん、それこそ昨日なんですけどね、あの安本選手がまた僕にね、あのおでこ狭いでしょって言うからね、うん、お前どうせ冷えピタ、お前細く切って張ってんだろって言ったら、うん、もう怒鳴られて、それすごい切れ方でしたよ本当に。そうですね、はい、監督もかなり信頼を寄せてると思うんですけど、あの本当にね、眉毛からね上が1センチぐらいしかないんですよね。その髪の毛の生え際がもうここに来てて、ここが本当1センチぐらいしかないんですよ。で実際に僕測ったんですよ、うん、そしたらすごい怒られて、やめてあげて本当に。 NG 通ってる、 NG 出してるんですけど、あなただってね、こっちが言ってるのに、ね、NG 通ってないでしょ、ね、あの安野選手にね、おでこ本当狭いから、プレーの話を聞きたいんですよ。見ても狭いでしょ、風吹いて前髪ふわってなった時、あれ驚かない、どうなってるのって、一瞬バンダナ巻いてるのって思うよね。でも1センチしかないの、やめてあげて、あれすごいよね、放送してるから今。寝てる時に一回測ったの、あのここ。そしたら、なんで寝てる、厳密で言えば 1.8 センチだったの。なんであなたは。で、パッと見1センチだよね。寝てるそばにいるんですか、ね、でも起きて、そしたらすごい怒る。いや、プレーですよ。やっぱりかつてね、この日本代表でプレーしただけあるなと思うんですけど、やっぱりそれがこのプレーの重みといいますか、その厚み、感じますよね。本当にね、ヒエピタンをね、イカそうめんぐらい細くするんだって。やめて。イカそうめんぐらいにして貼るんだって、それは事実らしいです。やめてあげてください、本当に。生放送中に叱るのやめてあげてください。いや、あなたに言ってるんですよ。絶対 YouTube に。なんで NG が通らないんだよ。アップされるんだ。アップされてないから。一向にされないから。さすがにされるでしょうと思って見てたけど、ならないから。叱る。なんでアップされないの。喧嘩勃発、放送事故レベル。ならないから。で、サムネイル絶対これ音声だけだから、サムネイルあんたの顔だけなんで。ならないの、それも。されてない。しかもあなた曲のね、ホームページから引き取ったやつ、それが後ろ稲妻10本ぐらい。ならないの、今回は。ほんでなんかこのネットの一部がこの騒いで、ファンがついたとか、そういうこともないの。誰も騒いでない。誰も聞いてない。いや、絶対 YouTube アップされない。誰も触れないからな。放送事故レベル。生放送中こんな口論してるの普通触れるから、ね。聞いて誰も触れないから。あるでしょ、年末とかにね、ある。想像はできます。あれのグランプリ取っちゃうの。もう NG 出してるから、あなた。でもサムネイルはあなただから。いや、ならないから。で、音声がね、実際の音声って流れるんだけど。後半のやりとりもいつも一緒だから。あなたのセリフはあなたの顔が丸くあって、そこにセリフが出るけど、僕のところね、僕顔を出してないから。知らないから。全く見ましたよ、あなたの SNS。シルエットだけ。ご飯とかなんか、花の写真とか、どうでもいいから、あなた。そんなこと、あなたの SNS 顔は絶対出してないんで、分かったから。で、僕本当に学生時代からね、顔出さないって決めてたんですよ。そうです。著名人